おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家続きやっていきましょう。全然覚えてない。結構期間が空いちゃったんですよね。前回はなんかシンシアちゃんとなんかイースターエッグを開けて、シンシアちゃんの過去で、なんでアンジェちゃんのことこんなに好きになったのかしらみたいなところを知ることができたんだよね。あとアンジェちゃんがめっちゃ怖かったんだよね、なんかね。だっているはずないじゃない、月曜日なんてグフフフフみたいな感じだったんだよね。で、さらに水曜日のここにいた子、あんちゃんだっけがいなくなっちゃったんだよね。では、やっとおさらいが終わったところで続きやりましょうか。この妖精ちゃんたちはどういう反応するんだろうね。今日も賑やかだったね。うん。明日もパーティーはあるんでしょうか？うん。まあ、君たちが望むならやろうか。群れるのは好きじゃない。一人の方が気楽でいいのさ。そっか。あ！なんだこいつ今めっちゃなまったな。なんだこいつ。なにこれ。なんか、クッキーみたいなのがいる。こんにちは、アンジェ。僕はクッキーの妖精だよ。ねえ、もしよかったら僕と探偵ごっこをして遊んでくれない？ああ、いいよ。ええ、いいわよ。わい、どうもありがとう。それじゃあお題はね、妖精たちのお家の大きさだよ。エリック、アン、マシュー、オリビア、ノアのお家の大きさを調べてね。見事正解できたら豪華賞品プレゼント。今だけだよ。お家の大きさって、つまり、裕福な子を調べればいいのね。まずは聞き込み調査からね。なるほど。へえ、面白そうなゲーム。これのことをお家って。違うか。え、みんなに話しかければいいの？じゃあ。はい。ノアに家の大きさについて聞くわ。そういえば、一番お家の小さいアンに羨ましいって言われたなぁ。あ、アンちゃんが一番ちっちゃい。一番まあ貧乏なんだね。なるほど。オリビアに聞こうか。私のお家は、ノアのお家より大きかったと思いますよ。なるほど。この子がノアちゃんだもんね。アンちゃんが一番下で、まあ今のところ1番はオリビアちゃん、2番が、ノアちゃん、3番が、まあ、アンちゃん。で、こいつはなんだっけ、名前忘れちゃったわ。マシュー。あれマシューには聞けないのか。お、どうしたらいいんだあと。どっか調べる。これとかに書いてある？品のいい。旅に出る。え、わからん。他になんか調べられるところがあるのかしら。あれ何かが足りないような。なんだなんか減ったのか？マシューにお話聞けないや。どうしたらいいんだろう。もう一回ちょっとクッキーくんに話聞いてみるか。調べ終わったよ。バッチリだわ。それじゃあ質問だよ。みんなを、お家の小さかった順に答えてね。アン？で、わ、エリックとかマシューわかんねえな。適当に答えるか。あれ？ああ！びっくりした！あ、これ間違えると大変なことになるんですか？おや？あら、ゲームオーバー。間違えるとゲームオーバーなんだ。なるほど。ごめんなさい。やり直します。まだです、まだ。まだです、まだ。どうやって調べましょうか。あれ？なんかソファーに顔ついてる。気づかなかった。あれ？でも調べられないや。マシュー、なんで答えてくれないんだろう。適当に言ってみるしかないな。アン、マシュー。エリックってどうだったんだろう。あれ？聞き込み調査でしょ？聞けないんだよな。小さかった順でしょ。うん。あ、間違った間違った。ノアちゃんいたの。なるほど。ちょっとやり直したい。やり直させて。ここにね、ノアちゃんがいたんだね。もう全然、なんで4択しかないんだろうと思ってたら。なるほど。じゃあ、アンちゃん、わかんねえ。マシュー、ノア、オリビア。なんか、エリックくんって裕福そうなんで。おー、やったー！でも全然調査しても話してくれなかったけどね。どうやって調べればよかったんだろう。おめでとう、正解だよ。おうちの小さな順は、アン、マシュ、ノア、オリビア、エリックだったね。はい、これ、豪華商品のドーナツだよ。お、やったぜ。アンジェ、妖精たちのことがこれで少しだけ分かってきた気がするだろう。君はもっと知らなくちゃいけないんだよ。アンやマシュやオリビアやノアや、そしてね。ねえ、もうよくってよ。クッキーさん、このお話はやめましょう。やあ、シンシア、君からすれば妖精たちなんて哀れなものだよね。かわいそうにって思ってるんだろ。一体何の話してるのか全く理解できないんだが。どういう意味かしら。おや、もう忘れたのかい？君がみんなからどんな風に思われていたのか。いいな、いいな。音怖い。いいな、いいな。シンシアはいいな。僕たちと違っていいな。シンシアって邪魔だな。羨ましいな。変わってよ。だからシンシアって嫌いなの。いなくなれ。邪魔なんだ。シンシアは幸せ？必ずしも幸せとは限らない。もうやめなさいよ。喋ったね。必ずしも幸せとは限らないのって。やめなさいって、何が？アンジェ、ぼーっとしてどうしたの？探偵ごっこ、面白くなかったかな？あれ？今のは？今のアンジェは遊んでくれなさそう。また頼むから今はいいや。幸せとはをクリアした。何それ？全然わからん。一体私は何をしていたんだ？シンシアちゃん何をされてた今。同じことしか言わない。とりあえずまあ、カラスくんに交換してもらおうか。うん。一番クズでしょ？これ私もしかしていろんなサブイベント逃してんのかな？ちょっと、とりあえず進めるけどさ、1周目は何も調べずにね。はい、パンくずあげるよ。ちなみに、好感度は 5、8、2。なるほど。シンシアちゃん高いな、やっぱり好感度。あとどうしたらいいんだ？寝れるのかしら？はい、今一通り見て回ってきたんですけど、特にはなんか、あと進められそうなイベントはなかったので、あとじゃあ寝ようかな。可愛らしいが少し汚れたベッドが置いてある。そろそろ寝ようかしら。寝よう。おやすみなさい。お、どうした？夢の中かい？夢を見た。明るくて、楽しくて、幸せだった頃の夢。みんな一緒で、一緒にいることが当たり前で、未来を疑うことすらしなくって。そんなそんな。アンジェちゃん、アンジェちゃん、ちっちゃい頃のベルントくん、キャワだね。泣いてるのかい？もうベルったら、また泣いてるの？だって、みんなが僕のことをバカにするから、言い返したかったんだ。そしたら、あの子たち、すぐ手が出るのよ。乱暴だから。ひどいわ、年下のベルに向かって。ねえベル、泣かないで。大丈夫よ、私がついてるもの。何があっても、ベルのことは私が守ってあげるわ。うん。ありがとう、アンジェちゃん。へえ、尊い。アンジェ？シンシア。アンジェ？またベルントなんかと一緒にいるの？そんなやつより、私と遊びましょうよ。ダメだよ。ねえ、アンジェちゃん。シンシアがいないところに行こうよ。恋敵だね。もう二人とも、仲良くしなさいって言われてるでしょ？いやよ。私はこんなのよりアンジェがいいの。ね、遊びましょうよ。そうね。シンシアとベルと私と、三人でなら遊んであげてもいいわよ。ほら、息ぴったり。二人とも本当は仲良しなんだから。ね、みんなで一緒に遊びましょうよ。みんなで、一緒に。みんな。私のそばにいて。あれ、なんで泣いてるんだい？ごめんなさい。シンシア、ごめんなさい。え？もしかして、シンシアちゃん殺したのってアンジェちゃんだったりする？アンジェ、どうしたんですの？だって私、ごめんなさい。ごめんなさい。謝らなくてもよくってよ。悪いのはアンジェではないもの。え？シンシア。アンジェ、そんなに泣いたら、ショートケーキみたいに可愛い顔が台無しよ。私は平気。何も気にしていないわ。すべての元凶は、吸血鬼ですもの。やっぱりアンジェちゃん吸血鬼かな？もしかして。アンジェは何も悪くないわ。そう。何も。悪いのはすべて。あと3日。画面明るくなるの怖い。この画面から切り替えるのが怖い。Thursday took I'll on Thursday かな？怖い。見たくない。うわ、あれ部屋が変わってるわ。あれ？ちょっと！シンシアちゃん？血だらけじゃない。ちょっと待って、鳥肌。私のアンジェ、ごきげんよう。いい朝ですわね。そりゃびっくりするよね、アンジェちゃんもね。あら。どうしたのですか？アンジェ様、様子が変です。シンシア、どうしたのよ、それ。おかしいわよ。おかしいって、何が？何も問題はない。え？おかしいことなんて何一つないわ。だってこれが正しい姿ですもの。なんで BGM こんな速くなるの？え、待って、あ、は、うわ、怖い。パン。カレンダー。あらー、お菓子じゃなくなったね、完全に。部屋が。待って、怖っ。なにこれ。うわ、窓！ちょっと待って。窓打ち付けられてんね。はあ。あれ？窓なんてあったっけ？まず。うわ、なんだこれ。これ、これが正しい姿って言った？アンジェちゃんは何？今まで幻覚を見ていたってこと？なんかさ、妖精たちの顔がちゃんとしっかり判別できなくなってきてる気がするんだけどさ。気のせい？てか、アンちゃんも追加されたね。ここのなんか視認者リストみたいなところに。怖いな。なんだ、いろいろ、もう。割れた板。ちょこっと割れた。あ、ねえ、アンジェ。これは、キノコとタケノコどっち派？私はタケノコ派。分かってないな。時代はキノコだよ。何よ、喧嘩売ってるのかしら。うん、私もキノコ派ですね。戦争になっちゃう気がする。でもタケノコも好きだよ。なんだこいつ！ポーカーやりませんか？台はこちらですよ。コインガッポガッポですよ。100枚も200枚もあっという間ですよ。ちょっと説明聞こう。うん。難しい難しい。まずコインがないと無理だから今はいいのか。で、とりあえずこれは多分ベル君に話しかけるのが正解なんだよね。うわ、怖い。なんかもう、怖い。これが実際の部屋なんだとしたら、この時計は何なの一体。これはそのまんまなんだ。ベル君おはよう。あ、アンジェおはよう。今日はなんだか暗いよね。ベル、おはよう。あれ、アンジェ、どうしたの？顔色が悪いけど、どこか具合が良くないの？ベル、なんでもないわ。そうか、それならいいんだ。でもアンジェ、もし何かあったらいつでも言ってね。気分が悪いとか、頼りにならないかもしれないけど、僕にできることなら何でもするからさ。わかったわ。それじゃあ僕、向こうに行ってるから。よかった。何が？あれか、ベル君は普通に対応してくれてよかったってことか。ここの環境の変化に多分アンジェちゃんはついていけてないんだろうな。とりあえずいろいろ調べていくか。なんだ？あ、電話だ。ちょっと待ってくださいね。母からの電話でしたね。では続きやっていきましょうかね。このさ、この鶏は、グースかピー。あら、寝てるみたい。なんでいるんだろうね、この鶏はね。ずいぶんわかりやすいいびきのかき方ですかと。また後で話しかけてみましょう。あ、そっか、今はじゃあダメなんだね。これは、何？あ、びっくりした。さっきの通話の通知が今 iPad に来たのか。おっそ。じゃあいろいろ妖精にも話しかけようか。怖いけど。去年の今頃だったな。何が？消えたのは、一体何人になるんだろうね。やってきた。今年も狼が人を位にやってきた。なんか、突然、まともな喋り方しないでほしいで壊すな。怖っ。何この世界観。おお、ちょっとベル君倒れてる。声をかけよう。ベル、アンジェ。あれ、僕、どうなってるんだ。ベルったら、あなた倒れたのよ。やっぱり、無理してたんでしょ。具合が悪いのはあなたの方じゃないの。やっぱりアンジェはアンジェだな。何言ってるのよ。ねえ、私にできることはない？あ、それなら何かしょっぱいものが食べたいな。わかったわ。なるほど。びっくりした。こっちの部屋に何もないからベル君に話しかけに行こうと思ったらベル君倒れてるんだもん。驚いた。ちょっとここも探索して、あと何もなかったら、ちょっと行こうかな。お！びっくりした。BGM 変わった。去年の今頃だったな。ねえ、マシュ、しょっぱいものって持ってるかしら？プレッツェルならある。ほんと？よかったら、それ少し譲ってくれないかしら。ただで渡すわけにはいかない。何か面白い話を一つ。そうしたらプレッツェルをやってもいい。面白い話？本でもいいし、話でもいい。俺が面白いと思えるようなものを。あ、わかったわ。なるほど。そうか、面白い話聞くか。あ、それじゃあ、マシューが小さい頃の話をしてあげよっか。実はマシューってね、6歳までおねしょが。面白くない。そうだから、悪いけど今度にするわね。結構面白いと思うんだけどな。うん。面白い話ですか？アンジェ様は、ロンドン橋っていう歌をご存知ですか？かなり有名なお歌なんですけど。待って、聞いたことあるぞ。どんなだったっけかな。思い出した。ロンドン橋落ちた、落ちた、落ちた。ロンドン橋落ちた、私の可愛いお嬢さん。で、合ってるかな？ロンドン橋のことを歌っているだけなのに、どうして突然お嬢さん？どうして突然お嬢さんだなんて出てくるのか。実はこのお嬢さんっていうのは、ロンドン橋が落ちないように生き埋めにされた人柱のことなんです。川の神様が怒らないように、汚れのない無垢な少女を生贄として。それから、ロンドン橋を歌いながらみんなで遊びますよね。あれって、最後に誰か一人が両手で囲まれるんです。つまり、とっても面白いお話ですよね。生き埋めにされた人たちはどんな気持ちだったんでしょうか。生き埋め。面白いっていうより怖い話ね。怖かった。歌合ってるかな？てか、なんか、当てはめ方が間違ってたら恥ずかしいな。まあいいや。この話はマシュー君は面白いと思うの？ダメか。光ってる光ってる光ってる。やった。古ぼけた無地の表紙の本がある。ノートかしら。読んでみよう。あれか、最初のなんだっけ、 D さん？違うか。昔々あるところで美しい少女が森の奥深くへ迷い、ちょうど見えない。迷い、くそ、ちょうど見えない。一匹の狼を助けました。迷い込みかな。狼は、その少女の優しさと美しさに一目で惚れ込んでしまい、彼女につきまとうようになりました。来る日も来る日も姿を変えて、狼は少女のそばで、彼女を見つめ続けます。ある時、ついに彼は彼女に話しかけました。お嬢さん、もしよかったら私とダンスをしませんか。少女はにっこり笑ってうなずきました。月明かりの下で二人がダンスを踊るうち、次第に少女はこの狼のことが好きになっていきました。そうしていつしか二人の間には不思議だって。そうしていつしか二人の間には不思議な力を持った子供たちが生まれたのでした。手書きの童話かしらね。はあ、童話の本を手に入れた。これも何か関係するのか？じゃあこれをマシュー君に渡したところで今日は終わろうかね。はい。マシュー、こんな本を見つけたわ。読んであげる。これは、もしかしてこの村の、ダメかしら。いや、合格だ。約束のプレッツェルをやるよ。プレッツェル5個？おー、いっぱいもらった。やったぜ。じゃあ、今日はこんくらいで終わりにして、次回ベル君に、プレッツェルをあげて助けてあげたいと思います。じゃあ次回の動画までベル君はちょっと放置プレイですね。では、また次の動画でお会いしましょう。おつぴよでーす。